はい、レザーチャンネルのニコです。こんばんは。レザークラ、レザークラクトやってますか？うん。僕の動画はですね、技術動画、何か物を作ってこういう風なのが破れますよっていうか、あんまないんですよね。ただ、僕、大阪の森口で、14年間お店やってて、そこで得た知識とか、お客様とのあれこれとかを、より実践的なことを、皆さんに、なんていうの、試していただきたくて、そういうのを配信している動画になります。レザークラ研究所というのはね、本当にみんなで、試行錯誤しながら、よりいいものを作れるように、で、より作品が売れるように、そういう風なをこう、なんていうやろ、目指していこうっていう集まりにしたいなと思ってて、まず僕がね、やっぱり何を言っても僕が配信してるんで、僕が試してみて、まずはそれを今配信してる感じになります。で、もっともっといろいろ詳しいことを知りたい方は、LINE 公式アカウントとかもやってるんで、ぜひそちらの方もご登録いただけたら嬉しいなと思ってます。うん。で、今日はですね、レザークラコンテストのスピンオフをやるって言ってて、僕概要全然言ってなかったんですよね。でも今11月の5日じゃないですか。ちょっとやばいんですよ。で、日にちなんですけど、ちょっと目いっぱいになりますけど、15日、あと10日しかないですけど、15日の月曜日までに、レザークラコンテストのスピンオフ、レザークラコンテストはトラッカーズウォレットやってるじゃないですか。スピンオフっていうのはね、もう、この場を借りて紹介してほしいっていうような感じでいいと思います。何でもいいんで、作品。うん。もう手染めでも、色付きの革でも何でもいいです。キーホルダーでもキーケースでも何でもいいです。自分がこれをみんなに知ってもらいたい、おすすめしたいっていう、ほんで僕にアドバイスが欲しいっていうような作品を、送ってください。僕が紹介するっていう、僕がアドバイスしながら紹介するんですけど、それも多分ね、それを見ていいなと思った人が買いに行ってたりするんですよね、そちらの方に。僕、概要欄に皆さんのその紹介する、インスタグラムとか、その紹介してほしい、何でもいいですよ、ベースでも何でも。まあ、大体インスタグラムなんですけどね、貼り付けるんで、それも言ってもらえたら、何でも貼り付けますんで、その場合は。で、まあ、3000円で1点。なので、僕、動画を大体3つ、その3作品で1つの動画にしたりするんで、一つの動画を、まあ、買い取りたいというか、一つの動画で紹介してほしいときは3作品、9000円いただけたら、紹介しますんで。うん。で、僕がその3つに対してアドバイス言いますんで。っていうのを、おすすめ作品を、送ってください。で、そのおすすめ作品を送るときなんですけど、LINE 公式アカウント、もちろん今回も LINE 公式アカウントで、横写真、もうバッチシな一作品につき、横写真を3つでお願いします。そうじゃないとね、僕がね、立ちとか横やったら、やっぱりね、バランス悪いんで、これやっぱり動画横なんで、横作品でお願いします。もうバッチシの写真を送ってください。で、どういう風な思いで作ったとか、どういう時に使うやつとかっていう、その、わかりやすいその説明を僕にくれたら、僕が、なんていうんやろ、いい感じに喋りますんで。で、価格ですね。だからね、売れる可能性が前もあったんで、売れたっていうのが、可能性があるんで、もう価格はね、ちゃんと考えてください。だってこれにもお金払いますし、うん、考えてください、うん。そんな感じでね、今日はね、そう。で、今回もね、一応その、お金もらうだけじゃ悪いんで、このレザクラ研究所のステッカー、まあ、もらってる人が大半になるんやろうけどね、レザクラコンテスト応募してくれた人が、結構やっぱりその子も応募したいって言うと思うんで、でもこちらの方も渡しますんで、いっぱい貼ってください。いろんなところに。ほんで、紹介してください。いろんなところで。宣伝してください。レザークラ研究所です。ね。なので、そんな感じかな。今日はちょっとね、何の話しようかな。それと、まあ、レザークラコンテストですよね。うん。今、第3回目のレザークラコンテスト、今、インスタライブ終わって、今日はね、TikTok ライブやってインスタライブやったんですよ。で、さっきまでインスタライブやってたんですけど、また面白い展開になって、レザークラコンテストは、得点方式で、応募者は全員に3ポイント差し上げてるんで、その3ポイントを、僕がこの4回ぐらいに分けて
出していくんで、動画を3人ずつの、いいなと思う人に点数をやって、それを僕に教えてください。ほんで僕が集計して、それで1位2位3位まで決めようという感じにしようと思ったんですよ。で、今、まあ、1位2位3位までは決めようと思ってるんですけど、点数の多いもん中に。ただね、インスタライブでね、カオピさんも今回作ってくれたんですよ。1位2位の覇者なんで、もうコンテストに参加しに行くけど、一応どんなの作るかっていうのをみんな見たいと思うんで、作ってくださいって言ったら、やっぱそれいいんすよね、いいの作ってたんですよね。でインスタライブに入ってきてくれてたんで、ちょっと無理をお願いして、それカオピさんの特別賞であげるってどうですかって、カオピさんが選ぶんですよ、特別枠で全く関係なしで、僕とは。でこの人にあげたいですっていうカオピ賞作ったらどうですかねって言ったら乗ってくれはって、でそのカオピ賞作って、そのトラッカーズウォレット、カオピさんが今回のために作ったトラッカーズウォレットをくれるらしいんですよ。いいでしょう。だから1位には、僕が作ったトラッカーズウォレットで、トロフィー、あるトロフィーを、トロフィーは送るだけですけどね、送って2ヶ月ぐらいお渡しして、1ヶ月ちょっとぐらいお渡しして、札つけて眺めてくださいっていうだけですけど、ほんで返してくださいって、次に持ち回りなんでトロフィーだけ。ただハンマー、カスタムハンマーは僕の方から1位2位3位の人にはあげますんで、で2位3位は何もないんですけどね、そのカスタムハンマー以外、ハンマー以外は。でもそういった別でまたカオッピ賞っていうのができて、そのカオッピさんのトラッカーズがもらえることになりました。いや、これはちょっとね、僕は知ってるんですよ、カオピさんの作品。いや、すごいですよ。うん。勉強になると思います。今回のね、作品の色っていうのがちょっとね、偏ってるっていうのか、なんていうんやろうな。まあ、見てもらったらわかるけど、って感じなんですよね。でも、カオピさんのその、やっぱね、1位2位取ってるから、覇者としての、もうね、インスタライブでハオッピとか言ってたんですよ、みんな。僕が覇者って言うから。それがね、ちょっと入ってるな。で、やっぱ覇者のね、貫禄みたいなのがあるんですよ、作品に。いや、でもこれすげえなと思ってて、これなんかやっぱり、いい感じにしてほしいなーと思って、その、ちょっと振ったら、乗ってくれたんで、いや、ありがたいです。もらえるっていうのは。うん、なのでちょっと楽しみにしてください。今日はこの動画なんで、明日土曜日なんで、明日そうですね、撮って週明けからポンポンポンって出せたらいいなと思いながら、 YouTube 頑張ろうかなと思ってます。皆さん楽しみにしていてください。まあレザークロコンテストのスピンオフの方もね、ちゃんとやっていきたいんで、ねえ、とりあえず15日まで10日間ですけど、1個でもいいし2個でもいいし、送っていただけたら面白い、やっぱコンテンツやと思うんで、僕はね、このスピンオフの方が結構ね、面白いコンテンツになんか育っていくんちゃうかなと思ってるんですよ。うん、広告にもなるように僕も頑張ってますし、もちろん。で、普通のコンテンツの方はトラッカーズってもう絞ってるんで、僕ドラッカーズでずっと行こうと思ってるんで、やっぱり2回も3回も出してたら飽き張る人も出てくると思うんですよ。でもそれでもレザークロ研究所として、そのちょっとずっと降りたいなと思う人は、やっぱりスピンオフの方でみんな だって自分が得意なもん出せますからね、みんなの得意なもん見れるじゃないですか。ということはそこでやっぱり目立ちたいと思うんで、伸びしろがあるなと僕は感じてるんですけどね。うん。で、この次、これが11月中に、とりあえず終わらして動画からスピンオフね。ほんで、12月に最後の、今年最後の、レザークラコンテストトラッカーズをやろうと思ってるんで、まあ12月のね、そうですね、12月から13ぐらいまでに、月曜日なんで、作品いただけたら、年末ぐらい、今年中には僕動画出せるんで、プレゼントも渡せるんで、うん。そんな感じで今年は終わったらいいかなと思って、今日々動いてますんで、よろしくお願いします。こんな感じで、明日もね、なんか、
レザーマニアさん社長がなんかお店に来てくれるみたいなんで、ちょっとバタバタするかもしれないですけど、なんとか頑張って動画撮るんで楽しみお待ちください。こんな感じで、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。